皆さんおはようございます。英語協会の小林です。協会の E メールを受け取っていらっしゃる方はもうご存知かもしれませんけれども、クリスマスのシリーズを、について書いています。その中で、聖書で書いてあるこのイエス・キリストの、誕生の、物語と、私たちが周りに見る、また教会の中で見る、クリスマスストーリー、違いがあるということを話しています。無論、私たちがテレビや映画、また教会で見る、クリスマスの、ストーリー、イエスの誕生の、物語は聖書に基づいているものなんですけれども、聖書の話は実は非常に、簡潔なものです。あまり、詳細が、書かれていません。ですから、その詳細を、考えていって、トラディション、まあ、伝統というものが生まれてきているわけなんですけれども、その、伝統的な、イエス・キリストの誕生の話、実は聖書と、ちょっと違うということを話しています。そしてなぜそれが大切かというと、実は聖書を読んで、そしてまた歴史的に、もう少し、研究して、調べて、実際2000年前どのような、形でイエスが誕生なされたんだろうかという、その風景、背景を、調べていきますと、わかることは、実はイエス・キリストの誕生というのは非常にある意味では平凡なものだった。日常に、毎日の生活にあまり変わらない、そういうふうな状況の中で起こった出来事だということがわかるんですね。そしてなぜそれが大切かというと、実は、イエスは、私たちの、すべての意味で模範になる。そういうふうな方であるということなわけなんです。すなわち、イエスが、もう人間として、生まれた時から、そして十字架にかかって死なれるまで、本当に私たちとある意味では変わらない日常生活を、なさった。普通のと言っていいんでしょうか。人間、普通の生活をしたという。で、その中で、そういうふうなことを経験された方だから、本当に私たちの、今の、私たちのこの現実の世界に、生きている私たちの本当に模範、本当に先生になってくださることができる方なんだということを知ることができます。そしてその中で一つ、非常に、大きな、正直言って僕もこれ最初に聞いた時には、考えさせられましたけれども、イエス様は、神様です。常に神様です。そしてこの地上を歩かれた時、イエス様は人間となりましたけれども、神様でなくなったわけではありません。そこで私たちが信じるのは、イエス様は100%神様であると同時に100%人間だという、非常に人間的に考えると矛盾なことかもしれませんけれども、それを信じているのがクリスチャンの私たちなんですけれども、そのイエス様がこの地上で歩かれた時にした奇跡のすべての御業、この技はイエス様は人間としてなされたということを、ちょっと考えてみていただきたいと思います。イエス様は100%人間です。ですから人間として、この奇跡を、見業を行われたわけなんです。でもそれだったらどういうふうにしてイエス様はなせたんですか？というのは、いつも考えがちなのは、無論イエス様は神様です。イエス様は神様だから、無論そういうふうな奇跡ができできた方なんです。できる方なんですっていうふうに考えがちですね。僕もそういうふうに考えてました。ところが、確かにイエスは神様であると同時に人間であり、人間として奇跡を行った。そうすると、ちょっと考え直さなければいけないところが出てくるわけなんですね。それ、僕も初め聞いたときにすごく、チャレンジされました。イエス様が人間として奇跡を行ったとしたら、どういうふうにして行われたのか。
ルカの、4章の最初のところを見ていくとわかるんですけども、実はイエス様も、私たちと同じように聖霊をいただいて、聖霊に満たされて、聖霊の力によって、歩んだというふうにあります。すなわち、イエス様が奇跡を行うことができたのは、人間として聖霊に満たされて、聖霊に導かれたから、そういうふうな素晴らしい御業をなさることができたわけなんですね。もしそうであるならば、本当に、イエス様は私たちの、模範として、私たちも実は同じことができるのではないでしょうか。すなわち、もしイエス様が人間として聖霊に満たされることによって素晴らしい、本当に驚くべきなことをなさったのならば、私たちも人間として、もし聖霊に満たされて、そして聖霊に導かれるなら、同じように、イエス様のしたことをすることができるのではないかと。そういった意味で、イエス様が、人間として生まれ、本当に赤ちゃんとして生まれ、私たちとある意味では全然変わらない、平凡なこの社会の中で生まれ育った人間だというふうに、見ることができる。それがこの、クリスマスストーリーの、背景にある、真理ではないでしょうか。そしてもしそれに気づくとき、本当にイエスは、私たちの、従うべき、私たちがついていくべき模範になる方なんだということを再確認することができます。そしてある意味ではそういったことを再確認するときに、イエス様がやっていることすべてを、あ、これは私たちも同じようにするべきなんだなというふうに、解釈することができるんではないでしょうか。もちろん、イエス様のなさること、本当に私たちが自分の力でできることではありません。イエス様も同じように、聖霊に満たされて、聖霊に導かれて、聖霊の力によって、そのようないろいろな、福音書に書かれてある、御業を行われたわけです。もしそうならば、私たちも同じように、もし聖霊で、導かれるものになるならば、聖霊に満たされたものになるならば、聖霊に頼り、聖霊の力に、頼るものになるならば、もしかしたら、イエス様と同じようなことができるのではないでしょうか。先ほども言いましたように、これを最初って言ったときに本当に考えさせられました。今、それを私は信じています。皆さんもぜひ、このクリスマス、イエス様が、子供として、赤ちゃんとして、人間の子として生まれたことを、見るときに、同じようにちょっと考えてみてください。聖霊に満たされて動くならば、イエス様がしたように、同じようなイエス様のことを、することができるのではないでしょうか。お祈りいたしましょう。天のお父様、イエス様は、人となり、人間として、この地上を歩まれ、私たちの、模範となってくださいました。本当にそうでなる、そういうふうな方で、あるならば、もし聖霊に満たされるならば、私たちもイエス様がなさったことと同じようなことをできるのではないかと思います。もしそうであるならば、どうか、聖霊様、私たちを導いてください。イエス様のような、人に、イエス様のようなものに、行いにあっても、考え方にあっても、態度にあっても、すべてにあって、イエス様のようなものになるように、作り変えてください。感謝して、このイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、来週。